川資源牧出身の元大阪相撲で最初の横綱で過去にも大阪相撲で横綱土俵入りを行ったものはいるがいずれも吉田司屋以外の免許によるもので公認台数には含まれていないため現在に至るまで正式に認められている大阪横綱としては 最初のものである。東京相撲の元大関、若島久三郎の立山部屋へ入門して、松若大五郎の仕込めで1890年に前、相撲から初土俵を踏む。1891年に岐阜県大垣を巡業中に、農美地震と遭遇し、若島を助け出した兄弟子の盾、木の枝四郎は、崩れた家屋の下敷きになり圧死した。その後、 1896年1月に入幕した際に、農美自身で亡くした兄弟子の嗜名だった立子へ改名し、全頭7枚目まで昇進した。1897年から若島を継いだが、同年から天然痘を発症して、巡業でも勝てなくなり、さらに色男で芸者から大変な人気があったことから人気に溺れて、成績も上がらず、 1898年に脱走、大阪相撲へ加入した。当時大阪相撲には、小結若島公衛門がおり、通常であれば四個名が重複する際には隠したが、改名して譲るところを、格上である小結若島が、州の海と改名するほど期待を集めた。大阪相撲加入後は、新規一転して、頭格を表し、1901年5月に、大関、 1903年1月に五条家から横綱免許を受け、1905年4月に大阪相撲の力士として初めて吉田塚酒から横綱免許を授与された。大阪相撲では最強の力士で2敗を喫した大き度、森上門以外の力士はほとんど問題にしなかった。突っ張りに大変な威力があり、右差しからの寄りに毛たぐりなどがある派手な取り口だった。 東京相撲との合併相撲では、日立山谷上門に分が悪かったが、大砲、万上門梅形に藤太郎、立山宝江門には互角に取る実力を見せ、大阪相撲復興の第一人者となっていた。1905年9月、巡業中に自転車と衝突した弾みで速攻へ転落して頭を負傷し、これが元で思考を踏めなくなり、 球場が続き1907年1月限り引退を余儀なくされた。引退後一代と踊り、若島健志郎となったが1908年6月、廃業した。廃業後は、米子で劇団、ビリヤード場を経営したり、米子市議会議員に就任したが、社会奉仕活動に熱心なために次々と財産を使い果たし、 裁判年に大変困窮して資材が皆無に近くなっても、事前活動の規模は小さくなることがなかった。立浪の正体で、東京の日本相撲協会へ向かう途中、神戸で脳一血に倒れ、1943年10月23日に死去、67歳没。明治31年に東京相撲を脱退し、大阪相撲に加入。 千葉県出身の幕内力士。千葉県ホームページ。2020年2月25日閲覧。大阪相撲の頭取。sumohima.web.fc2.com。2021年4月21日閲覧。ありがとうございます。